ちょっと今回ね、このハンマーヘッドをうまく使っていければいいかなって思います。ちゃんと当てていきたい。OK。まあまあ、処分しましょう。これナイフの、ナイフじゃない。ダッチ専用ナイフ。効くやろ。どこ？あ、いいでいいで。待て。グレポン！グレポン効くやろ。もう一発。やばい、ダウンしちゃった。はい、こんばんは、島津です。皆さん本日もね、プレデターやっていくんですけど、今回はですね、サバイバー側に来た DLC のね、ダッチを使ってね、狩りに行きたいと思います。皆さんついにダッチ来てくれました。うー、嬉しい。見てくださいよ、これ。ちゃんとロードアウトしないと見れないみたいだね。ね、かっこいいよね。で、肩見て、プレデターのね、マスクをね、肩にかけてるんですよね。これ多分、なんつうのかな、見つけたプレデターを倒して、奪ったものだと思われます。ね、到底レプリカには見えないですよね。ゲームの設定ではですね、ダッチは、あの事件以降、いろいろ旅をして、プレデターを見つけ出してね、飼ってたっていうお話が、書かれてました。描かれてました。だから多分、その、ね、見つけたプレデターの戦利品なんでしょうね。プレデターはね、頭蓋骨を戦利品として持っていくけどね、ダッチはね、仮面をね、戦利品として、そうだね、奪ったみたいです。で、手見てくださいよ。ほら、これ。プレデターの、コンピューターだよね。リストコンピューターって言うんだっけ。あれをね、奪って装着してるんですよね。つけてるってことは、おそらく使い方は理解してるんじゃないでしょうか。リストコンピューターについて。コンピューターの中身とかもね、理解してる感じがするんで、あいつらがどういった戦法を取ってくるかとかね、そういったのも熟知できてそうです。で、アクセサリーをつけることがね、ダッチ可能なんで、好きなアクセサリーをね、つけてね、戦場に赴くことができます。自分はテンガロンハットをね、つけたダッチで、プレイさせてもらってます。それで、今回ね、ダッチでプレイするにあたってね、ダッチの DLC を購入したことによって手に入るね、武器を使って、戦場に行きたいと思います。DLC をね、購入してね、使えるようになる武器なんですけど、こちらのハンマーヘッドですね。バランスのいいオールグラウンドアサルトライフル、サブ攻撃にグレネードランチャーを装備している。そう、これグレポンが撃てるんですよ。通常だとね、グレネードランチャーを装備していかないと、グレポン撃てなかったんですけど、ね、ダッチのこのハンマーヘッドは、射撃、通常のね、銃での射撃もできるし、グレネードランチャーも撃てる仕様になってます。だからかなり使い勝手がいい。臨機応変に使える武器なんですよね。グレポンに関しては、そうだよね。ゲリラが密集してるところに撃てば、もう一瞬で消し飛ばすことができるんで、すごい弾の節約になります。そういったところで使えば。はい。そういったね、ハンマーヘッドが来ております。こちらね、早期アクセスって形で来ている武器であって、DLC を購入すればすぐ使えるようになって、DLC をね、購入してない人でも、6月の末になるとね、アンロックされると言われてます。まあ、6月のね、末まで待っても大丈夫だよって人はね、それまで待つのもいいかなと思います。あと、それと、ダッチのナイフっていうのがね、来てます。このね、2つがね、DLC を購入することで早期アクセスすることが可能です。これめっちゃかっこいいよね。プレデターのね、腕から取ったノコギリ状の刃だって。あ、これあれじゃん、よく見たら。ブレードのね、かけらだよね。ブレードのかけらっつうか。ブレード3本、確か、ね、ついてると思うんだけど、リストブレード。そのうちの1本をもぎ取ってナイフにしたって感じか。プレデターのね、リストブレードだったらね、切れ味はお墨付きですよね。かっこいい。こちらもね、6月末にアンロックされると言われてます。で、ナイフに関しては、特に攻撃力とかは、変わりません。それでは、本日はね、こちら使っていきたいと思いますと。はい、それではやっていきましょう。自分以外はね、ダッチじゃないですね。まだ購入してる人が少ないんですかね。まあ、ということで、私ね、ダッチ、一人で行きたいと思います。予想だとね、全員ダッチだらけになる。4人ともダッチになるっていうパターンになるかと思ったんだけどね、そうではありませんでしたね。
はい、じゃあよろしくお願いします。今あれだったね、っていうかあのダッチリストコンピューター触ってなかったね。このリストコンピューター使えればね嬉しいんだけどね、まあ、多分使えないでしょうね。はい、じゃあやっていきましょう。まあこんな感じですね。ハンマーヘッド、通常のアサルトライフル、初期のアサルトライフルとかとあんま、うん、見た目っつうか、うん、は変わんないですね。おお、あれ、この人ダッチ購入してるよ。今の人ダッチのナイフ持ってたもん。うん、とりあえず集合しろ、集まろう。ほら、ダッチのナイフ、うん、自分とお揃いですね。ということは今回はあえてリコーンを使ってきたってことか。まだ来ないよね。ちょっと今回ね、このハンマーヘッドをうまく使っていければいいかなって思います。ちゃんと当てていきたい。 OK、 武器の性能としてはですね、確か威力に関しては AK と一緒の威力で、残りのステータスに関しては初期のアサルトライフル、うん、一番最初に装備してるアサルトライフルと一緒だったはずです。なので AK の威力で安定した射撃が撃てるって形ですかね。うん、はいはい、来たね来たね。ちょっとクレポン当てたいね。サーマル邪魔を出す。ちょっとここで、うん、攪乱させましょうか。サーマルビジョンで見えないようにしましょう。来たね来た。ダッチってね、そんなにねギア持てないんですよね。まあ、そこがね、あのダッチの欠点かもしれない。よいしょ。あ、泥濡れねえか、まだ濡れない。うん、ちなみにね、ダッチのステータスについてはですね、あのアサルトのクラスよりか体力が高いって感じですかね。泥を塗りな。ちょっと待って、ちょっと遠くで塗る。うん、あとはアサルトと確かステータス変わらなかったはず。うん、体力部分だけかな、違うのは。なのでそこまで万能っていうキャラではありません。見ろ、来ないね。もう一個これ先行った方がいいね。こっちだ。あれ、これ初心者の人かね。迷子になった。あった、それを使い。来る気配がない。まあまあまあ処分しましょう。これ、ナイフの、ナイフじゃない、ダッチ専用ナイフ効くやろ。プレデターのリストブレード使ってるからな。こらやめろ。いや、マジかっこいいなこのナイフ。敵を見つけた。で、今ゆっくりキーだけど、ハンマーヘッドの銃声いいね。うん、なんかすごいかっこよく聞こえる。グレポン打ちたいな。どうしようかな。まだ温存してた方がいいかな。敵がいる。ドローを塗る。あとね、ダッチなんだけど、そうそうそう、ダッチのクラスの特徴があったわ。ドローを塗るね、スピードが若干速いんですよね、他のクラスに、クラスと違って。うん、それでかつ泥が落ちるスピードもね、通常のいるっぽいね。いるいる、痛い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 。ちょっと待って、そんな話後からにしとこう。泥については、当てたい当てたい。くそ、木の枝が邪魔。どこ行った。あ、いたいたいた、いるいるいる、あそこ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 、弓打ってる。ほら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 、分かってるぞ。ちょろっと動いたからな、姿が見えてたぞ。こっちだぞ。ちょっと待って待って、邪魔。リロードする。ん、来てる。ごめん、ちょっと勘違いだったかも。様子見てね。弓使いかな、弓使いっぽいなこれ。怖い。ちょっとあれ壊しとこう。来た。枯れるものなら買ってみろ。来てない。ちょ、バンバンね、ノイズデコイ投げて。うん、オーディオデコイ。ちょっとかく乱しよう。爆弾に戻れ。で、話戻すけどね、泥が落ちるスピードが通常よりか
長くなるって書かれてました。うん、それがねダッチの特徴ですかね。まあそうですよね、あの泥塗りでね詰めてきた。いやイノシシが走ってきただけか。いやいるいるいる、後ろ後ろにいいんじゃない。ん、どこ、あっちか、どこだ、こっちだ、あそこ、もういないか、逃げたね。やばいやばいやばい、離れてる離れてる。青色の人、青色の人、行こう。ちょっともうやばい時グレポンお見舞いしてやる。集まれ。グレポンのいいところあれだね、10発撃てる、あ11発か、計11発撃てるのはいいね。もうちょっと少ないかと思ってた。追ってきてんな後ろから。固まれ。狙ってこないね。やっぱり弓戦っぽいねこの人。うん、そうだね。はい、またちょっと話戻すけどね、ダッチね、ジャミングする泥塗りの考案者ですからね、まあ、そりゃね泥塗りのうんスキル持ってても不思議じゃないよね。オーディオデコイを展開、バンバンも投げていこう。デコイは結構ね、四方八方にオーディオデコイ投げるとね、そっちの方向を向いたりして、うん、ちょっと隙ができたりするんでね。よいしょ、来た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 、どこどこ、あ、いていて、待て、グレポン、グレポン効くやろ、もう一発、やばい、ダウンしちゃった。グレポン効いたやろ、あの距離。いや、やっぱ怖いね、グレポン直撃させられると。頼む頼む、誰が助けてくれ。私はグレポンを見舞いする。あ、めっちゃ遠くに飛んじゃった。その手前にも落としたかったんだけど、あ、トラッパーね、トラッパーある。誰かトラップが見えるパークつけてきてんね。あ、いたいたいた、ちょっと待て待て、グレポン打つ準備できてるぞ。来いよ、打つから、グレポン。ん、回復してる、プレデター。プレデター回復してるか。ちょっと枯れるものなら買ってみろ。オーディオデコイ投げて、またかくらんで任務に集中しろ、うん、でグレポンね当てるのが難しいね。うん、腰ダメ打ちになっちゃうから結構練習が必要。やばい、いるいる、耐えて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 、グレポン打つから、グレポン打つから、グレポン打つから、ほいよ、グレポン入ったやろ、まだ入ったよね。直撃難しいね、直撃グレポンの。直撃させられれば相当でかいと思うんだけどね。逃げた逃げた逃げた。オッケーオッケー、まだ弾あるからね、うん、すごい使い勝手いいねこの銃。来てる、これ多分心配性つければあれじゃないかな、グレッポンのね相談数も増えるんでしょうね、おそらく。あ、回復してんね。やつが治療してる。あれは効くんだよな。お、ダッチにね、うん、ダッチのオリジナルボイスが聞けました。あ、いたいたいた、撃て撃て撃て。グレポン、聞いた聞いた、絶対聞いた聞いた。ロイ、あ、いた、やばい、助けて助けて助け、ああ、ダウンした、やばい、あ、あ、やばい、ダッチ、ダッチの首がもがれた。ダッチの首がもがれた。あ、でも残り 12% だ。グレポン2発効いたやろ、あんな至近距離でモロ受けて。まあダッチも食らったけど、おそらく。お願い、復活させて、待ってるよ待ってるよ。 12% だったらもう襲ってこないはず、イノシシ探しに行ったはず、おそらく。さっきの音を聞く限りだともう2回回復してるっぽいよね、注射器使って。だから、イノシシを探しに行ってるはずだから、今ね、結構、こっちは自由に動けるはず。どうした？誤操作か。誤操作しちゃったみたい。お願い、復活させて、取れたか、取れたか。で、ね、ダッチの、なんつうのかな、オリジナルボイス聞いたね。
回復してやがる。あれはよく聞くんだよなって。あ、来て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 。お願いします、お願いします。なんかね、視聴者のね、方から聞いたお話だと、ダッチって、プレデターのあの注射器、回復キットね、使ったことがあるみたいなんですよ。どっから狙ってる？これ多分、右上のだよね。右上の建物だよね。だと思う。音からしてそうだもん、右上だもん。気づいて、気づいて。大丈夫か？襲われない？襲われないみたい。あ、捕まった！捕まった！やばいやばいやばい。待て待て。やばいやばい、やばいよ、これ。あら、あらあら、来てる来てる来てる。詰めてる詰めてる。イノシシ食い終わった感じだね。撃て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 ！ショットガンショットガン。あ、パン。動けない。やばい、この人、うまい具合に、網使ってくる。やばいやばいやばい。あれ、溶けないの溶けないの、あれ溶けないっぽいぞ。連打連打連打。連打で溶けるはずだよ。連打で溶けるはずだよ。溶き方を知らないのかなこの人。あ、いた。あ、いや、まずいまずいまずい。二人倒れた。リコン、リコン頼む。君にかかってる、君にかかってる。リコンだよね。確かこれ。スカウトじゃないはず。あ、オッケー、オッケー、オッケーじゃない、オッケーじゃない。まだ読んでないもんね、援軍。ちょっと待って、まず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 。あいつが来なければいいんだけど。お願い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 。お願い。良さそうかな。来ない、来ない。来ないよ。来ないよ。来てない、来てない。オッケーオッケー。3人、3人復活できる。いけるいける。え、来た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 。オッケーオッケーオッケー。ダッチ狩りを再開。ダッチ狩りを再開する。なんだろう、なんかターミネーターチックな喋り方になったね。うん。ありがとう。で、そう、話戻すけど、回復キットをね、なんか使ったって言われてるんですって、あの後。聞いた話なんですけど、いたぞ！いたいたいた、イノシシ食ってる、イノシシ食ってる、やれやれやれ、やりたい放題やりたい放題。オッケーダウン！どんどん撃て！来た、よく気づいた俺。よく気づいた俺。やれやれやれ、もうこれ止める、もうこれ止める。まだまだ間に合わず、頑張れ頑張れ。苦手だと思うけど頑張れ。ダッチ早く逃げるんだ。みんな逃げて、失敗するかもしれん。あっぶねー。来た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 。おお、ギリ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 。やったー、プレデター枯れました。うん、初戦で。よかったよかった。じゃあね、こっからゲリラが密集してくると思うんで、グレポンポンたくさん使っていきましょう。あ、グレポンも回復してるね。うん。援軍要請のおかげで。撃ち放題ですよ。来いよ。まとめて来い。一気に消し飛ばしてやるから。で、あと、ちょっと射撃の練習したいよね。グレポンがどういう軌道で飛んでいくか。その練習もしたいから。ポンと！あ、いいね、今直撃。まあまあまあ、あんな感じで撃てば大体当たる感じだね。これは？あ、ダメだ。遠く行っちゃった。もうちょっと下だね。もうちょっと下を、に向かって撃たないと。オッケー。いやー、これちょっと、ね、反復練習必要だね。やー派手にぶっ飛び上がったんで。はい。ナイス、消し飛んだ。粉々になったよ。肉片と化しましたね。もう来ない？そいつにもちょっと撃たして、そいつも、そいつも。ダメか、倒されちゃった。オッケーですね。はい、プレデター回収成功です。オッケー。なんで、そこダッチだろう。手前ダッチだろう。ダッチと誰かが手をね、組むシーンが見たかったのに、なんでダッチが後ろでこう、ね、警戒してるの？もう、ちょっと、演出しっかりして、はい。ということでね、初ダッチで挑ませていただいたんですけどね、見事プレデター狩ることができました。そして、ハンマーヘッド、めちゃくそ使い勝手がいいですね。うん。集団のゲリラにね、グレポン打ち込むのもありだし、まあ、プレデターに向かってグレポン打つのもありだしね。まあ、とても使いやすい銃でした、ハンマーヘッドは。はい。というところで本日はね、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ね、最初ね、プレデターに狩られてしまったんですけどね、狩り返してやりました。いや、あそこで気づいたのがでかかったね。なんか、ちょろって奥で動くもんが見えたから、なんかなって思ったら、ね、イノシシ食べようとしてたね。まあね、見逃さなくてよかったです。あれが致命傷になりました。やつの。
まあ、何回も言ってるようですけどね、ハンマーヘッドすごく使いやすい銃なんで、皆さんもね、できればね、ちょっとお金に余裕があれば DLC 購入してね、ハンマーヘッド、扱ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回じゃなかった、ごめんなさい。チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると、こんな感じでね、動画投稿のね、意欲向上につながるので、視聴者のね、方々は少しでもいいのでね、お力添えしていただければ嬉しいです。はい、それでは鹿児島から島津が、プレデターをお送りさせていただきました。次回も、お楽しみにしておいてください。それでは失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。